車集団の襲撃を受けて停車しました。はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは、バトルフィールドハードラインプレイステーション4版やっていきたいと思います。んで、まだ全然プレイしてないので、このモードはハイストでやっていきたいと思います。んで、今回はどちらだ、警察側などで金庫の物を守る。基本的に操作もバトルフィールド4とはあんまり変わんないので、頑張っていきたいと思います。ドーン車の運転は苦手なので今回乗り物が戦車とかがなくて、こういうミニパトだとか、あとはセダン、あとはなんだっけな、ヘリコプター、そんくらい程度の乗り物しかないので、なんだろうね、戦車によく爆破される僕にとっては結構良さげかな。さあ、でね、金庫の付近に多分敵がそこにいた。倒す。よし。そこにもいる。オッケー。ちょっとエイムがまだ遅いな。ノー！危ない運び屋を止めろ。取られたな、一個。これはベータと同じ。なので、ブーツを運ばれないように。証拠品を持った容疑者を抑えるんだ。オッケー。もう一人。オッケー、バック。落とした。バック、奪還。バックは渡さんぞ。グレネード。こっちから人だな。オッケー、味方もだいぶいる。オッケー、荷物ダッシュ。まあ、こんな風に、警官側はデータと同じく、ブーツを取られないように注意すると。さあ、このブーツをね、守るんだけど、 OK 結構通してるぞ。リロード、こっちもリロード。さあ、また取られた。私はせんぞ。やべ、バイク乗ってる。よし、もう一人。バット、よし。バットで倒してねえな、今の。一個取られちゃった。そこにあった、奪還。大丈夫、箱どうぞ。待って、いる。待って、もう一人いる。あ、やられた。あれ、一個運ばれちゃったか。大丈夫か。まだ武器のアタッチメントも何もついてないので、ちょっとまだ、AR はしっかりと安定したいね、していないんだけども、やるっきゃねえと。奪還どこ全然わかんない。ちょっと待って。フラグ。屋上か。いや、あんなところに落ちてる。待ってよ、どうしようかな。この人、ビーコン脇で。オッケー。やべ！ノー！よし！奪還。待って！どっから来た？あ、いたのか、そこに。なんだろうね、またバトルフィールド4とは違う、亜種な感じな戦場で、今回この車系で、このセダンとかミニパトだとかのこの車系もどうも同じ EA のニードフォースピードの開発チームがちょっと関わってるそうなので、そういうカーチェイスが得意な人も楽しめる。めっちゃ来てる。楽しめるんじゃないかと。まだ発売したばっかりだから外人が多めなのかな。待って、この人、奪還中だから、一緒に奪還しよう。こんにちは。マッスルカーが止まってる。お、敵ヘリか？違う。荷物回収なう。二人だと遅いな、結構。
でも取れそうかな。あと45チケット。アシュン、やめてほしい。回収 OK。 待って、ダメだこれ、火出てる。セダンじゃねえや、なんだっけこれ、マッスルカだ。どっから上登る、どっから上登る。あれ待って、上に敵が、ほらあかん、取られる。どう、あーで、よし、取らせない。結構いるぞ警察、頼もしい。できる？あ、ヘリか。OK、荷物は取らせない。これ落とせ、行っちゃった。この車乗れない。あと24チケ。またそこに荷物が落ちてるな。わ、めっちゃ街の、街じゃないや、道のど真ん中。ノーさて、とりあえずこの、いやでも遠距離まだちょっとよく撃てないから、こっちからはこう、この荷物防衛かな。できるか。いない。証拠品を持っているやつを止めろ。うん、当たんない。なんだと。あれ、今の味方セダンじゃなかった。敵セダンだった。ああ、味方セダン落ちてった。まずあっち取られるんじゃないか。グレード。いててて、どう？どっから撃たれてんのか全然わかんないや。全ユニット、容疑者は荷物とともに逃亡。残りは確保せよ。やっぱあと1個だな。これ死守しなければ。敵ヘリも来てるな。今の足敵じゃないか。よしの、もう一人いる。いけるか。台湧きして守る。救急キットだ、受け取れ。あと4チケット、3チケット、オッケー。というわけで、まあこんな風に、まあハイストはデータと変わらずのポリス警察の攻防戦で、今回ポリスが勝ったと。まあまだまだ全然武器とかも整っていなくて、まだ下手くそなので、まあどんどんやり込んで動画にしていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。